1ヶ月ぐらい前から大好きだった牛乳をやめてヴィーガンへの最初の一歩を踏み出しました。今日はすごい肉好きで料理も苦手な私のヴィーガンへの5つのステップと課題をシェアします。こんにちは、シンプルドッグライフのゆうこです。そして愛犬リオ娘14歳とちびっこマイティ6ヶ月歳です。愛犬のお役立ち情報を毎週動画にしています。こんな感じのおすすめ動画も作ってますので、こういった内容に興味があるよという方は画面の右下の方にあるチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。今日の動画はあくまでも私の個人的なヴィーガンへの道のシェアですので、ヴィーガンに興味があるなとか、私と同じようにこれからヴィーガントライしたいなと思われている方にぜひ見ていただきたいです。ステップ1、牛乳を買わない。先日の動画で牛乳を買わないという最初の小さなステップを踏み出しました。小さな頃から毎日のように牛乳を飲んでいた私が大好きな牛乳をギブアップして、今は豆乳に置き換えています。私の場合は豆乳の味自体がそんなに牛乳に比べると好きじゃなかったので、それも結構できるかなって半信半疑だったんですけど、今1ヶ月以上ぐらい豆乳を飲んでいて、今は結構慣れてきました。他の乳製品はもともとヨーグルトとかそんなに食べないですし、たまにチーズとバターっていう感じなので、この辺は今のものがなくなり次第ビーガンチーズとか試してみたいなって思ってます。ステップ2、今あるお肉、お魚、卵が終わったらもうそれらは食べない。コロナ対策もあって結構前からうちは備蓄をしてたので、今まだお肉や缶詰、お鍋のスープとかストックがたくさんあるので、それらは終わるまでちゃんとありがたくいただこうかなと思ってます。今の冷蔵庫はハムやベーコンなど体に悪い加工肉は完全になくなって、牛肉もなくなってます。お魚もなくなったかな。今残ってるのはひき肉がちょっとと鶏肉がちょっと、そんな感じですね。ステップ3、これはステップ2と同時進行で進めてるんですけど、私的にはお肉の代用が必要になってきます。じゃないとね、葉っぱだけの生活になっちゃうと、もちろん栄養バランスも悪いですし、とにかく肉好きなので気が狂いそうになっちゃうとストレスになっちゃうので、活躍してくれそうなアイテムとしては、まずキノコ類、椎茸、エリンギ、しめじ等を積極的に買って、キノコは早めに使わないと傷みやすいので、私の場合はすぐに使わないものは先にまとめてカットして冷凍して保存してます。カットして冷蔵保存していくと、その後炒め物とかするときにもう入れるだけなんで、すごい楽ちんでおすすめです。油揚げ、厚揚げ、この辺はちょっと油っこいものが食べたいときにおすすめです。お豆腐、これは必需品になりそうですね。お豆腐は大好きなので、もうどんどんね、これからいっぱい使っていきたいと思ってます。大豆ミート、この前初めてイトーヨーカドーで大豆ミートを買ってみました。レトルトのパックのもので、すぐ使えるものだったと思うんですけど、こちらまだ食べてないので近々トライしてみたいと思うんですけど、お肉の代用品として使われている大豆ミートを結構普通にお肉代わりに使えたら、そんなに私もストレスなくシフトできるのかなっていうふうに思ってます。美味しいといいんですけどね、なんかメーカーによって美味しくないもの、美味しいものがやっぱりあるみたいで、いろいろちょっと試したいと思ってます。なので、もしおすすめの大豆ミートがあったらコメント欄でぜひ教えていただきたいです。ポイント、買わなければ食べられないので、スーパーに行くときはお腹が空いてないときとか、あとネットスーパーもおすすめです。次は徐々にシフトしていきたいものです。ステップ4、調味料。私の大好きなマヨネーズやバターもなくなり次第ヴィーガン対応のものに変えていきたいと思ってます。この辺のアイテムは近くのスーパーでは売ってないので、大きなスーパーに行くチャンスがあったらそちらで探してみるか、もしくはネットで購入予定です。5番、お菓子。お菓子にも意外にお魚エキスとか含まれてるものとかあるんですよね。もちろん洋菓子ですと牛乳とかバターとかほとんど入ってますし、結構あれもこれもみたいな、どんなお菓子が食べれるのかなっていうふうに今探してるところです。今でもたまに健康のためにミックスナッツとか買ってるんですけど、たまには本当のお菓子も食べたいので、これからどんなものがあるのか
手軽にできるもの、手軽に買えるものをチェックしていきたいです。次に今後の課題について、これはすでにヴィーガンライフスタイルを送ってる方に聞いてみたいんですけど、外食するとき家族やお友達との外食は、頑張れば事前にヴィーガンレストランだったりヴィーガン対応しているメニューがあるかどうかっていうのを確認しながら、そういったレストランだったり食べ物を選べると思うんですが、お仕事の接待なんかの時には皆さんどうされてますか？これは私の場合大きな課題になりそうなので、ぜひその辺アドバイスいただければと思います。それからヴィーガンにできないもの、それはペットフード、ワンちゃんのお食事です。ヴィーガンのペットフードも販売されてますが、うちの子たちは今手作り食でお野菜やご飯の他に鶏肉やお魚も食べています。まだヴィーガンのワンちゃんに関する研究データが少ないので、何が正しいか正直わかりません。愛犬の健康に関わることなので慎重にならざるを得ないです。欧米ではヴィーガンになる人やヴィーガン食品もどんどん増えてますので、今後ペットに関するヴィーガンの情報や研究結果も出てくると思うんですが、これはゆっくり考えたいと思っています。まずはまだ今シフト期間なので、できることから、自分にできることから一つ一つやれるスピードでやっていきたいと思ってます。今のところすごい肉食で肉好きな私でもスムーズに移行できる感じがしています。気のせいかもしれないんですけど、前よりもお肉が美味しいっていう風に感じなくなりました。なので私と同じようにヴィーガンちょっと興味あるよっていう方は、できることから、やれそうなことから少しずつトライしてみるのはいいと思います。私がヴィーガンに興味を持ったきっかけとなった YouTuber さんやドキュメンタリーのリストを概要欄に貼っておきますので、そちらもご興味ある方はぜひチェックしてみてください。それでは See you next time!